いどうもピヨキングです。今日もトロールコース一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース We do a little trolling ということで、私たちは少しだけ騙しますということでしょうか。ダメだ、少しだけじゃなくてたくさんの罠を用意しろ。なぜだかわかるかい。もうそういう体になっちゃってんのよ僕は。バカスカやられすぎて頭がおかしくなっちゃったのかな。刺激を求めてる。どうも、やられる前からやられてるやつです。まあ最近のコメントでオープニングを見るのがもう怖いと言われてる僕ですけど、今日も無事平常運転ですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.46%。 まあ真面目な話をするとですね、このコースリトルトローリングって書いてるから、そんなに長いようなコースじゃないと思うんですよ。着的に言えば 5,6 分ぐらいで終わるようなコースなんじゃないでしょうか。でもそれを覆すようなたくさんの罠を期待してるぜ。ここは上には行けないっていうことか。じゃあこのドカン入って本編開始っていう感じだね。でも僕のオープニングはまだ続いてるよ。 5,6 分ぐらいから僕の本編開始っていう感じだね。今なんか隠しブロックあったね。開幕放題。なんか新しくない、今日のトロールコース。こんな引っ掛け方あんまり見なかったよね。じゃあここはキノコを取ってあの音符乗っていいのか。絶対何か来るだろう。でも一旦乗っておくか。ブラーニャー。あの音符を右から踏む、そしてあのバネを回避する、それ一択だよきっと。そしてここ上から行く。あ、なんか意外と難しいなここすいません、何年マリメやってんだって話だよね。いや結構難しいんだよあそこ。もう何回もやられてるよ僕。実際150回ぐらいここねカットしてるんですよ。嘘ですけど。じゃあここはバネを出す。何？真面目にやろう。ここはそんなに難しくないはずだ。一旦下から行ってこっから音符に乗って上に行く。さああのリフト信用していいのかい。上のコインを一旦信用してくるか。こっちが正解なんじゃないか。なんもない。じゃあこのリフトに乗るしかない。ただ上の恋の場所まで連れて行くんだろ。だからここで一旦右を審判、うん、いや左か。そして右の恋を乗って鍵扉に入れと。なかなか冴えてるね今日。サイキング炸裂状態だよ。じゃあここは右に行っても何もない。左はドッスンが反応して、あ、いや全然うまい。マジで冴えてる。仮装じゃないんだよ僕。いつも思うんですよ、ベッドをかぶる名人なんじゃないかなって。じゃあここは一旦ジャンプして何もしない。そしたら先に進める。だからカモちゃんだよ。この下なんかあるの。天国への道しるべがあったね。もうかぶせるなと言いつつどこかでかぶる自分を期待してしまっている。じゃあここはジャンプして避ける。そしてここを右に避ける。これでいける。なるほどです。さあここは何もしなかったら何もならない。じゃあジャンプした瞬間すぐ上を失敗。え、あ、ここで上を知ったらいけないかな。いけないかな。いけないね。この騙し方上手くない。初めて見た、あんなツタを使った騙し方。心の中で拍手を送っときたいと思いません。さあそろそろ中間ポイントあってもいいんじゃないのか。ボム兵が一人で爆発するってか。クロエエクスプローション。なんかいたな今。が通り過ぎた。いやこれはなんもないのか。じゃあ自分自身でエクスプローション。もう全てを知ってしまった。私の力を見るがいいさ。そして制作者、私にひざまつくがいい。私の言うことを聞かないからそうなるんだ。次から私の言うことを聞け。イエス毎晩。ここは少しだけ待つ。そして今だ、今のタイミングで行け。少しだけ集中しようか。こんなの集中してしまえば簡単にいけるんだ。そしてここで切ろう。めちゃめちゃギリギリだったね。そしてここ下に降りていいのかい。なんか土管、いや鍵が怪しいな。左この鍵取れってこと。絶対上のドスなんかしてくれるでしょなあ。な、上の鍵に合ってるの。な、なにこれ。なこういうやつの。これはマジでツボなんだって。今日は絶叫とかしたくないんだ。もうやめてくれ。ここはジャンプした瞬間すぐ右ダッシュでいいのかい。そして鍵がゲットできるけど、この土管もすごく怪しいな。一旦入ってみるか。実はあの扉が罠だと、そういうことなんじゃないのか。誰か助けて。深読みしすぎだピヨキング。でもなかなかいい線いってるんじゃないのか。さあそろそろ中間ポイントあってもいいんじゃない。本当にやった。いやこれ一旦やられろみたいな。あ、いや、この扉に入っていけばいいのか。でもこっちしか行けなかったよね。そして僕は何もしない。いや、全然合ってる。そして次はキノコ様。この場所で待っておく。そしたらあのエンジェルキノコに取れて、僕も羽が生えたようにさらに進んでいく。さあここで一旦蹴ってジャンプする。いや、逆に何もしないのが正解なんじゃないの。一旦それで行ってみようか。おー、合ってた。あ、
何やってんだ、今のは絶対下だっただろ。いや違うんだって、なんで上行ったんだろう、ここ上完全に罠じゃんね。ジャンプさせようとしてあっちに行かせるみたいな、絶対そういうことだと思うよ。そしてここはジャンプ成敗されたでござる。ほんと今回のトロールコースはあんまり見ない罠がたくさん出てきてめっちゃ楽しいね。ちょっと変わった感じのトロールコースだけどすごく面白い。じゃあここはジャンプして左だ、ネットか。すげー、僕思ってることがあるんだけど、世界で一番魚と発狂した人間になるかもしれない。絶対ギネス乗れる。じゃあここは左上に行けばいいのか。絶対隠しブロックとかありそうだな。でも一旦行ってみるか。ここ上じゃないんかな、下に行くのが正解みたいな。一旦右の方から行ってみようか。あーやっぱダメだね、全部隠しブロックあるっぽいよ。そしてこの土管に行くのが正解。下怪しい。どっち行く。いやー右行ってみるか。あの記録は絶対罠だと思う。どうだ、合ってて、いや合ってんじゃないこれ。え、なにこれ。あ、このまんま下に落ちすぎー。皆まで言わなくても分かってる。この下に行けば何があるか気になるんだろう。行ってみるか一旦。そしたら、え、これやばい、ないのか。ここにある、もしかしてこれ死に耐久。うわめちゃめちゃめんどくさいパターンじゃねえか。え頼むって、これキノコ当たった瞬間針に当たってすぐ右に行けばいいと、そういうことなんじゃないの。うわめんどくさい。なあこんなのゲーム実況じゃないよ。こんな2マスしかない枠で僕をなんと何を喋り続けてればいいの。今ちょっと噛みそうになったけど、もうキノコは出さなくていいって。ちょっと本気でやるよ。一旦キノコを出した瞬間に針に当たろう。ここ、そしてここから右出しすれば当たれるんだ。よっしゃ死にたい救命士を殴るな。じゃあここでジャンプして右押しっぱかな。あ、そんな感じだね。何が？やっぱトロールコースって面白いわ。トロールコースの魅力をみんなに伝えたい。3文字以内で伝えるね。楽しいよ。一旦しゃがんで右を失敗してみる。あーこれでやっと進めた。頼む、もうこのまま中間ポイントまで行かせておくれ。この場所でいいのかい。僕は何もしないでおくよ。一旦ジャンプしてみようか。しゃがんで、しゃがんでジャンプしたら砲台が動くんじゃないのか。いやあぶって。よっしゃナイス反射神経。これでチェックポイント取れるんじゃない。うん、チェックポイントまだなのね。なんかチョロプーが来てるよ。あのチョロプーは何もしない。うわー何が違うやつが来たー。手こずらせるな、ちっとも少しの騙しじゃないじゃないか。あ、コースメも騙しだと。そういうコースなんだね。早く左に行け、行くな、分かってるんだよ放題。そしてここはどうしようか。あのキノコ取れないからこの上に行くのが正解。いや絶対合ってる、あのキノコ。あ、取っても針に当たるから絶対こっちだよ。さあ中間来い、中間中間。あ、ゴール。何もしないよ僕は。もう置いとく、コントローラーを置いとく。みんなここまで戻ってくる間にさ、めちゃめちゃ面白いダジャレ思いついたね。マジで聞いてくれる。中間なんて第一間。ここ左ダッシュでいいのか。絶対そうでしょ。あのエンジェルフィッシュが降ってきて左ダッシュ、やったチェックポイント1個しかないっていうトロールコースだったんだね。っていうことはあのチェックポイントにはフェイクだったのか。いやこのコースめちゃめちゃ面白かったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、なんちゃらかんちゃらタイムディプライブドということで、時間を奪われたということですね。サムネを見る感じはさ、地下ブロックと P スイッチがあるから、その2つを早く降りていけっていうコースだと思うんですよ。ただクリア率を見る限り普通に降りるだけじゃないと思うんだよな。何か早く降りれるような仕掛けがあるんだよきっと。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.2%。 まあクリアできないと思うけど、開幕とりあえず右ダッシュしてみようか。マリオメーカー1の頃はちくわブロックの上で左右に暴れたら早く落ちるっていうのは知ってるんだけど、マリオメーカー2ってそれあるんかな、聞いたことはないんだけど。そして意外と長いなこのちくわブロックたち、どうせ間に合わないんでしょ。じゃあ次はちくわブロックの上で左右に暴れてみる。これで少しでも速くならないかな。そしてこれ意外ときついな、僕釣りそうだよ。もう左腕が少ししか時間経ってないけど、何回も続けられる自信ありません。これでゴールしたー。全然変わってないやんかー。ちょっともう一回やってってみていいかな、これ以外に方法がなくない。だってただマジでさっきも言った通り何回も続けられる自信がない。左腕が釣りそうだから、ここ下降りた時、あちゃん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 じゃん、ジャンクヒンのピオキング、今のなかなかいい線いってるんじゃないかな。左右連打しても何も変わんないってことは、一番下に行った時ジャンプして少しでも加速を速くする、それがこのコースの攻略法だー。
もう分かった。このコースの攻略法が右の P スイッチたち意味ないよ。右の壁があるじゃん、そこに隙間がないよ。もうここまで来れば手当たり次第だ。次はしゃがんで左右連打してみよう。これでいけないかな。左右連打けでマジできついんだよね。僕の腕使えなくなっちゃうよ。そしてここで右にダッシュすればゴールが。やった。しゃがんで左右連打すればいいってこと？いや分かんねえな。ちょっと検証してっていい？検証タイム。今回このようなコースを作ってまいりました。 P スイッチとちくわブロックを大量に置いて、一番下には針なんで、これで普通に乗るパターンとしゃがんでジタバタするパターン、どちらが先に針に当たるのが早いか検証していきたいと思います。まあ残りの時間だけで分かればいいんだけど、それで分かんない場合は編集で分かるようにしとくね。多分分かんないと思うんだよな。 0.00 何秒の違いだからさ。で最初は何もしないパターンだね。そん時は290秒だね。じゃあ次はしゃがんでジタバタしてみようか。これでね290秒、いや291秒か、291秒だったら早いっていうことなんだけど、頼むこれで分かって。あーこれだ。やっぱりね、しゃがんでジタバタしたら早いんだね。じゃあ普通にジタバタしてっていい？しゃがまないで。これだったらダメなんかな。さっきこれでクリアできなかったからさ、どうなんだろうね。これで291だったら、あーやっぱダメだね。しゃがむことに意味があるっぽい。じゃあ次で最後、今度ね気になってたんだけど、しゃがむだけで行ってみる。これで291秒だったら、これだけでもいいってことだよね。ジタバタする必要はないっていうことだと思います。どう？あ、ジタバタする必要ないんだね。検証結果、ドゥルルルルルル、しゃがんでおけばいい。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。